中国の脅威が迫る中、日本の自衛隊でも着々と防衛力強化が図られています。今回は海上自衛隊護衛艦加賀の艦首が四角へ変化を詳しく見ていきますね。もう次期中国空母復権が運用開始まだ間に合います。ギリギリかな。海上自衛隊の出雲型護衛艦の2番艦加賀は昨年の3月からジャパンマリンユナイテッドクレ事業所の修理ドックに入居して航空自衛隊に導入される垂直短距離地略陸機ストブル F-35B ライトニング2を艦上で運用するための軽空母化に向けて1回目の改修工事を受けていたが、2023年4月20日改修後に初めてドックから出溝されて、同事務所の岸壁に接岸され、回収された飛行甲板などの様子が確認された。出雲型護衛艦の元々の艦首形状は、先細りの台形になっていたために、艦載機が発艦する際には、30ノットの全力で航行するため、台形上の先端部分で乱気流が発生し、航空機の発艦に、大きく影響することが指摘されていた。そこで、出雲型護衛艦の空母化にあたっては、同じ F-35B を運用しているアメリカの強襲揚陸艦の長方形となっている飛行甲板の形状を採用することとして、出雲型護衛艦では、先細りになっている甲板の左舷に付け足して四角形にすることになり、1番艦、出雲と2番艦、加賀は、それぞれ5年に一度実施される大規模な定期検査を利用して、2回にわたって、飛行甲板の改修と、その他の軽空母化に必要な改修が行われることになっている。出溝された加賀は、飛行甲板の艦首部分が大きく張り出していて、特に F-35B が発艦の際に滑走する左舷側が大きく張り出した形になり、その部分の飛行甲板がかなり広くなっている様子が確認され、いよいよ航空母艦らしい雄姿を見せている。しかしながら、艦首舷に全甲板先端に設置されていた近接航空防御火器システム CIWA-20mm 機関砲ファランクスは台座だけになっていて取り外されているままであったり、艦首周辺の外船型塗装がきれいに塗られておらず、まだらになっていたりしているほか、加賀の艦番号184も艦隊に記されておらず、足場などの作業用の構築物も残されたままになっていて、改修工事が完了したとは言い難い状態であり、海上自衛隊関係者からも、今回の出溝は一時的なものであって、1回目の軽空母化改修工事は、まだ2023年度いっぱいは続くとされており、で溝した理由は不明とされている。また現在撤去された状態になっているファランクスが甲板を拡張する工事のために一時的に撤去されたのか、あるいは飛行甲板の改修終了後に再び搭載されるのかについては情報がなく不明であるが、発艦時に艦首に突起物が存在しているのは危険であろうと考えられることから、このまま撤去されて環境周辺などに搭載されるのではないかと見られている。なお、加賀の軽空母化改修については、当初、今回の入居機会で、一度に大規模な改修を行う予定とされていて、計画では、出雲よりも先に改修が完了することになっていた。しかし、その後、出雲型護衛艦の艦内区画や、搭乗員の待機区画の名、どの整備について、兵員や機体、搭載兵器などの動線をさらに検討する必要があることが判明したため、すでに F-35B を軽空母として運用している強襲揚陸艦を持つアメリカ海兵隊の協力を得て、様々な動線についての検証と試験を実施し、その結果を分析した上で、
改修計画を練り直すことになり、加賀の管内区画整備については、2026年度末の次回の定期検査時に実施されることになったのである。出雲、型の軽空母化改修については、現在、加賀に行われている艦首形状を、台形から四角形に変更する改修のほか、飛行甲板上で F-35B が垂直着艦を行う、艦尾側のヘリコプター発着スポット4番、および5番周辺の甲板塗料を耐熱塗装に塗り替える作業が必要で、これは、この4番と5番スポット付近に、F-35B が垂直着艦することが想定されているためで、その際に機体下面から生じる高温のジェット噴流が飛行甲板に吹き付けられるためである。また、発着艦を可能にするための改修は、他にもあって、飛行甲板上に白色の塗料が点線として塗られるセーフパーキングラインが引かれ、このラインから左舷側が F-35B の滑走路となり、右舷側が航空機の待機場、エプロンとなるように区切られる。そして、滑走路となる部分には、黄色の塗料で F-35B が滑走する際の目標となるトラムライン、表示線と、監視方向の2番ヘリコプター発着スポット付近で、トラムラインに対して直角に黄色く引かれて、飛行甲板から車輪が離れるポイントとしてのショートテイクオフラインと、そのさらに前方の部分に同様に黄色のバウラインが引かれることになり、これらの改修は昨年出雲において実施済みだ。また出雲においてはアメリカ海軍とレイセオン社が共同開発したズポールス、ジョイント、プレシション、アプローチ、アンド、ランドイング、システムという着艦誘導装置が搭載される予定になっていて、このズポールスは、GPS 衛星信号と管制後方システム、INS を用いて、F-35B やオスプレイなどの艦載機を、悪天候時や夜間に、自動的に安全かつ正確に着艦誘導する、全天候型システムであり、防衛省では、まずは、2022度予算で、出雲、分のみのズポールスを取得しておいて、加賀に搭載する分については、2023年度以降の防衛予算に計上して取得する方針としている。出雲の第二次改修は、2024年度末での実施が予定されていて、その際には、この着艦誘導装置ズポールスの搭載と、今回、加賀、に施された飛行甲板艦首部分の形状変更の他に、艦内区画の整備なども行われることになっており、2026年度に完了の計画とされており、加賀より一足先に海上自衛隊が初めて保有する空母となる予定である。その第一次改修が終了した出雲において、2022年10月3日に、アメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35B2 機の協力によって、四国沖の太平洋上で、海上自衛隊護衛艦として、初めてとなる発着艦試験が実施され、晴天の中を航行中の出雲飛行甲板上に、F-35B が、見事に着艦を決め、そのまま、短距離滑走での発艦に成功し、まだ、飛行甲板の改修が済んでいない、出雲、においても、F-35B の発着艦が可能であることを示し、出雲型護衛艦において、F-35B の運用が可能であることが証明された。出雲型護衛艦の空母化改修予算については、2022年12月23日に、対前年比で 26.3% 増の過去最大の6兆8219億円もの2023年度防衛予算案を閣議決定されたことを受けて、それまで2023年度、令和4年度、防衛予算における出雲型護衛艦の改修費用として請求されていた出雲
の着艦誘導装置の先行取得費用36億円、アメリカ軍からの技術支援経費12億円、加賀の航空管制室の視認性を高めるための管制室ガラス窓変更などの工事経費13億円など2022年の夏に出されていた概算要求に対して、さらに16億円が上積みされた。一方、空母化改修が完了した、出雲と加賀で運用される艦載機となる予定で導入される42機の F-35B の導入進捗については、2020年度予算で6機793億円、2021年度予算では2機259億円、そして2022年度予算では4機510億円を確保したほか、関連装備費などの予算として、2020年度予算で235億円、2021年度予算で62億円、2022年度予算では205億円の合計502億円が確保されている。2020年度予算に計上された6機の F-35B は、2024年度中には調達されて、同年度末までに全機が配備される予定とされているが、出雲型護衛艦への艦載が可能となるのはまだ先となるため、防衛省では F-35B 導入後に新編される飛行隊の地上基地として宮崎県新富町にある航空自衛隊新田原基地に配備されることが決定された。この航空自衛隊の F-35B 飛行隊についてはこの先アメリカ海兵隊岩国基地に配備されているF-35B との共同訓練が実施されることになり、空母への発着艦訓練は、鹿児島県西之表市の馬毛島に、建設予定の自衛隊基地での FCLP、陸上空母離着陸訓練での実施が想定されており、宮崎県の新田原基地は、これらの基地と地理的に近いために、F-35B の配備先として最適とされている。